続きましては、飛鳥先生、初めまして。初めての方なんですね。リチャード・コシミツさんのブログを読んでいるものですが、3月1日に月刊ムー編集長の三上氏とコシミツ氏の対談イベントがあったのを機に、飛鳥暁先生を知りました。早速アマテラス大御神キリストの本と果たしの本を買って読んでおります。ここにもまた新たなファンの方がどんどん増えてますね。ね、ありがたいですね。ありがたいですね。はい、この神社が神社の中のトップであるとお聞きしました、そこでこの神社といえばやはり空海と五子、マナイ御前についてもお話ししていただけないでしょうか。3月20日、五子は33歳でこの世を去り、その翌日3月21日に空海が後を追うようにして入場されました。生放送がちょうど3月20日ということで、何か不思議なご縁も感じます。どうぞよろしくお願いいたします。なるほどね。あ、今日そうですね。今も空海には お膳が運ばれてますもんね。まあ即身仏というような感じだから、この神社に。あ、いや、ノノノノではなくて、あのこの神社は神社ですから。あ、そうで、あ、そうですよね。空海はお寺なんでね。本当ですね、はい、あの密教ということでね、ええ、毎日あの、お膳が運ばれてるはずですよ、まあ、あの自殺じゃないからね、即身仏するのは自殺じゃないですから、生きながら座禅を組んで瞑想して、そして神仏の国へ行く。あの実は空海というのは聖書を持ってた、間違いなく、間違いなく持ってた。あの時代にはすでにも中国大陸にはもう景況を含めて、旧約聖書も新約聖書もありましたからね。だから、まあ、説ではあるんだけれど、はい、イロハニホヘト、あれも実は弘法大師空海が作ったという話もあるわけ、まあ、もちろん説だけどね、はい、で一番末尾のあれを文字をこう選んでいくと、とがなくして死す、とががないのに死んだってことになるから、キリストのことだね。あと、あの四国、まあ、お遍路さんね、あの四国中にぐるっと回ってますけど、で、88箇所のね、まあ、あれなんかも、同行二人って言ってね、はい、あの空海と一緒に歩くという意味で、あのお遍路さんたちは頑張って回るわけだけど、もちろん今はね、もうほとんどもうバスで移動します。あ、歩くんではない、